どうもタレントジェルです。タレントジェルです。来ました。今日もお知らせがあると聞いて。そうなんですよね。5月の6日、はい、いいですね。あ、ゴムの日だね。ちょっとね、お友達のセニョール斉藤さんとね、プリティ高橋さんがね、5月6日に、ね、イオンモール、カスカベに、そう行くそうです。そう、で、まあ、無限で稼ぎ編というのでね、はい、いろいろやらせていただいてますんでですね、ぜひこちら遊びに来ていただければと思いますんでですね、カスカベといえばクレヨンしんちゃんの街ですから、ね、クレシンがね。そうでございますね。しんちゃんいるかな。そうだよね。マジックセニョールもぜひ見に来てほしいからね。ぜひね、ぜひ本当にね、もう30分ぐらいのショータイムになるんですけど、はい、これを1時と3時、そして3時、もしかしたら24時かもしれないんですけど、まあ、その辺含めてね、はい、おいおいね、お楽しみということでございますけれども、はい、こちらチケットとかも特にないので無料で0円で0円でね、本当場所によって整理券とかがね、必要な場所、前の方に座るのは、そうですね、ある場所もありますけれどもですね、本当後ろだろうが前だろうが関係なく回る予定でございますんでね。2階、3階とかあるんですか？2階、3階もね。2階、3階ちょっと音が聞こえないんでね、結構みんな真顔だったりもしますけど、そういったところも含めて2階以降みんな真顔ですよね。そうですね、1階来てくれればね、はい、非常に楽しめるかなと思いますんでね、はい、ぜひそちら5月6日カスカベのイオンでございますね。4ホール、カスカベで、カスカベね、注目してイオンホールのホームページなんでね、詳細なんかも載ってますので、はい、こちらぜひチェックして遊びに来てください。ということで、また来週。